はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加用まりのです。今日はですね、私の友人がですね、売られサイトのアプリにですね、引っかかって有料課金、大量のですね、有料課金がされていて高額請求が来て困っているという相談を受けたので、まあ、ちょっとこれを取り上げていきたいと思うんですが、実はですね、最近売られサイトのトラブルが、まあ、きっかけでですね、国民生活センターに相談がですね、このコロナ禍ということもあって、相まってですね、ものすごくすごい増加傾向にあるということなんですね。私の友人も占いサイトで高額な課金を、ね、気づいたらしていて、困っているというふうに言っておりまして、まあ、それはちょっとね、どうにかちょっと契約とか見たりとか、いろいろ運営会社に対してね、直接的な請求していくしかないねというような話もしたんですけれども、社会的にも実は問題になっているということなんですね。で、国民生活センターに、まあ、いろいろ日々ですね、インターネット関係の苦情とか相談というのに寄せられるんですが、うちですね、1837件が占いサイトによるですね、トラブルだそうです。で、大体ね、40代50代が中心でして、相談者がね、で8割が女性であるということであります。で、これね、どういった手口かというと、まあ、最初はですね、無料ですということで、無料で、まあ、アプリを使っているんですが、気づいたら無料期間が過ぎてて勝手に有料になってたっていうのは、まあ、典型で、で、あと無料期間が過ぎてもですね、その占い師鑑定士というものからですね、連絡が来るそうです。で、そのやり取りをしてしまうとですね、あの有料期間にやり取りをしたということで300万円ほど請求されたとか、そういった事案があるそうです。で、まあ、相談者のですね、6割、国民生活センターに相談する6割がもう30万円以上支払ってしまっているという被害者の方ばかりなんですね。で、これこんだけね、なんでこうなってしまうのかというと、やっぱりですね、そのスピリチュアル的な、思いが強いと、そのなんていうんですかね、徳を得るとか、まあ、こういったものに、ね、お金を支払わないってことはなんかどうなると思いますかとか、まあ、そういったですね、ちょっと運気的なところをちらつかせたりとかされてしまって、非常にですね、心理的な、まあ、圧力が強いそうなんですね、占いサイトって他のものに比べて。それで、まあ、罰が当たるのが嫌だとか、まあ、要はね、そういうことで支払ってしまうという方が多いんですけれども、まあ、そういったちょっとね、まあ、トラブル、このコロナというのもあってすごく増えているそうです。私の友人もですね、まあ、単純に完全無料だということで、課金してですね、アップルストアから、課金したそうなんですが、気づいたらですね、なんと携帯電話と一緒に料金請求になっているんですが、それがものすごい金額になっていたということで、見てみたらこの占いサイトから取られていたということが、まあ、分かったということなんですね。で、以前うちのチャンネルでもゲームのですね、紹介したと思います。YouTube とかで出ている広告、マフィアのゲームとかね、あのゲームもですね、こう課金さ最初ダウンロード時無料なんですけれども、何ヶ月かすると勝手に有料になるよみたいな条件が先に課されてたりとかするんですよ。で、これも占いサイトも多分似たようなね、感じだと思いますので、まあ、これね、本当皆さんもね、ぜひね、占いサイトとかそのゲーム関係なくですね、アプリ最近非常にですね、簡単にダウンロードできてしまいますので、 Apple Store とかそのアプリのストアとクレジットカードを連携させている人はもう本当に、ね、注意深く、ね、見るという必要性が本当にあるんだろうなというふうに思います。で、私の友人はですね、まあ、300万円も払ってはいないんですが、まあ、勝手にね、月額2万5000円だったかな、なんか勝手に落ちてたみたいなことで、もう怒り狂ってね、連絡とかして、ね、なんか鑑定士とか占い師とか名乗る人からなんか、あなたが徳がなんとかとか言われてね、もうね、なんかどうしてくれるんだ、私の友達あんまりそういうのないですから、なんか常識みたいなのないので、まあ、責め立てたらしいんですけれども、ね、大変だなと思いました。で、アップルストアとかから課金されてればまだですね、その規約でその違反サイトとしてですね、なんとか取り返すすべってのあるみたいなんですけれども、そうじゃなくてダイレクトにクレジットカードとか違うところが、まあ、振り込みもそうですけど課金してた場合は相当絶望的だというですね、話を聞きます。なのでね、皆さんも本当にね、有料アプリトラブルって本当に気をつけてください。私もね、あまりね、アプリでね、月1万も2万も取るようなところ、あんまりどこでもまともなイメージがありませんし、まあ、そういったね、占いサイトのトラブルも最近は多いということでございますので、まあね、本当にやるんだったら、普通の占い師のところに行ってね、行けばいいというふうに思います。
ということで、今日は占いサイト、まあ、私の友人が、ね、非常に困っていたので占いサイトトラブルを取り上げて、参りました。でこれちょっとね、なんか図工があったら面白いんでどっかに書きたいと思います。今日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。